こんにちは。今回はこちらのオパールケードを使ってがま口を作っていこうと思います。これはいつものセリアのがま口ですね。口金で、これちょっと読めないんですけど、いろいろこの絵の色味がこう入ってる糸ですよね。めちゃくちゃ可愛いなと思って、可愛く作れるんじゃないかなと思うので、色の出方をお見せできたらなと思います。これが425m、100g 入っています。で、毛が 75%、ナイロン 25%、まあ、こちらだと思うんですけど、カラーナンバー3204ですね。こういったのを使っていきます。で、今回ちょっと細身なので、まあ、4本取りですよね。4本寄り。で、5号で編んでいこうと思います。で、まあ、いつもの円の編み方なので、分厚く編む。それは別で動画を撮っているので、そちらよかったら見てみてください。で、何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい。こんな感じで円を広げてきました。で、今回は1、2、3、4、5、6、7、8段編んできています。で、一番最後はちなみに、1、2、3、1つずつ編んで増し目。で、6、1つずつ細編み入れて増し目の段で割っています。で、表編んで、裏編んでっていう感じなので、8段編んでるんですけど、8に16、16段編んだことになってますね。でもね、結構分厚く編めるので、おすすめです。これで、あとは側面は増し目なしで編んでいくだけなので、立ち上がりを1つして、まあ、同じように編んでいきます。引き抜きではない一番最後の目を、こういう風に取って、で、ここから、細編みを1つに対して1つずつ編んでいきます。で、これが1つ目ということで、マーカーをつけて、進めていきます。で、またこういう風に今までと同じように2本取って、細編みを1つに対して1つずつ針を入れて、細編み1つを取って、細編み、こんな感じでまた側面1段目ということで、ここでまた横にマーカーをつけて進めていこうと思います。で、何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。一応ね、サイズ測っておこうかなと思います。大体にはなるんですけど、まあこの外側を測ると、大体 8センチぐらいですね。この内側であんま変わらないかな。7.8センチ弱って感じですね。何か参考にしてみてください。まあここからちょっとね、広がると思うんですよ。なので、この口金に合わせた時に、ちょうどね、私の場合は、こうやって、決めていきますね。まあ、ここも好みによっていろいろ変えてみてください。これで好みの深さまで編んでいきます。はい。こんな感じで側面、好みの深さまで編んできました。で、今回は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13段編んできています。で、両方裏回して26段編んでますね。だいぶね、ここまでも時間かかるんですけど、可愛いので仕上げていきます。で、また引き抜きでつなげたら、引き抜きではない一番最後のここを戻った形で同じように取って、で、ここで糸をかけて引き抜き。で、これが一つ目っていうことで、引き抜き編みを一周していきます。こうすることで、口金がつけやすくなるかなと思うので、これで、この段差を埋めていきますね。針を入れて糸をかけて引き抜き。針を入れて糸をかけて引き抜き。これでぐるっと一周最後まで同じように編んでいきます。はい。こんな感じで一周同じように引き抜き編みをしてきました。で、一番最後の目までして、ここで10センチぐらい糸を残してカットします。カットして、吸って抜いて、で、最初のこの引き抜きの目、ちょっと埋もれてるんですけど、ここを取って、で、針に糸を通して糸始末をしていきます。針に糸を通して、まあまあか取って、で、引き抜いたら、ここの出てきたところにいつものように戻って、で、戻ったら表側に行ってるので糸が、また裏に戻します。裏に戻して、裏に返し返して糸始末をしていきます。糸端がこの中側に行くようにして、糸始末していきます。こんな感じで何回か手前浅く拾って糸始末してますね。それで糸をギリギリでカットして、で、こちらの一番最初に残している糸も同じように返し返して糸始末をしていきます。はい。こんな感じでこの底のところも同じように糸始末をして完成させました。
で、ここで口金をつけていくんですけど、まあ、こちら裏なんですけど、裏も編み地を崩さないようにして糸始末してきてるので、まあ、どっちが表でもいいと思うんで、まあね、好みな方、これを本当は表にしようと思ってるんですけど、思ってたんですけど、この裏の方がね、好みかなと思うので、こちらで仕上げていこうと思います。なので、ここで、こういう風に、表、裏にしていこうと思ってた方なんですけど、こちらを表にして、で、両端を決めていきます。一応ね、ここ立ち上がりのところで、まあ、今回はここの底は曲がってないので、このままつけていこうかなということで、で、今ね、糸端、カットしたこの糸を両端つけて、まあ、この端っていうことで印をつけた方がやりやすいので、まずこのちょっと丸い糸をこの目印につけていこうと思います。このね、端のところ、まあ、このちょっと下がったところに、波縫いのようにして、こうやってつけておこうと思います。これで、こうやってつけて、まあ、マーカーでつけてもいいと思うんですけどね、マーカーでいつもしてたんですけど、まあ、どっちでもいいと思います。で、大体この端をまた取って、こんな感じで端を決めて、口金をつけていこうと思います。こんな感じで。で、こんな感じで、この印をつけれたら口金をつけていきます。で、この端をここに合わせるっていう形で、まあ、口金のつけ方はね、だいぶ前の動画にはなるんですけど、そちらよかったら見てみてください。そこでね、お伝えしてるんですけど、この糸は何を使ってるかっていうのも、そういうところで、また別で見てみてください。このつけ方でつけていきます。はい、こんな感じで口金をつけてきました。めちゃくちゃ可愛いですよね。こんな感じになっています。こんな。それで、ちょっとサイズを測っていきます。なので、ペタンとした状態で測ることにしました。ペタンとした状態で、横幅が10センチぐらいになっています。結構ね、こう使ってると、ペタンとして、まあ中身にもよるんですけど、入れる中身にもよるんですけど、まあ、こんな感じで使うので、10.5センチぐらいですね、この口金の。端のところから測るとこんな感じになってます。手のひらサイズですごく使いやすいので、私もね持ってるんですよ。パールケートで編んだあのガマ口、こんな感じいろんな色で可愛く編めるので、まあ、何回作ってもすごく可愛く作れるので、まあ、中もねこう色が入っていてめちゃくちゃ可愛いので、ぜひ作ってみてください。まあ、このね深さもいろいろ変えてみるとだいぶ雰囲気も変わると思うし、まあ、ここのね幅も私はキスキスで編むのが好みなのでこういう感じで作るんですけど、まあ、ちょっとねこの底も広げることで大きめにこうふわっと編むこともできるので、いろいろ試して編んでみてください。でね、口がねつける前にこれの編み地だけで測ると 20g 使ってました。そういうところも何か参考にしてみてください。いろんな色で編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。